ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、1933年昭和8年オール読み物に掲載されました、野村鼓動作銭形平次捕物控えより、血潮とぬか。それでは本文をどうぞ。血潮とぬか第一章。親分、面白い話があるやつで。ガラッパチの八五郎、銭形平次親分のうちへ怒鳴り込みました。相変わらず騒々しいな。横丁の万年娘が駆け落ちしたって話なら知ってるよ。銭形の平次は恋女房のおしずに顔を当たらせながら、満身に秋の日を浴びてうつらうつらとやっているところだったのです。そんなつまらねえ話やね。ところでおしずさん、いや姉子って言うんだっけ。親分の顔を当たるのはいいが、右から左からいい男っぷりを眺めてばかりじゃ、そり上げねえうちに後から後から廃するって気がすぜ。なんという口の悪い八五郎さんだろう。おしずは真っ赤になってうつむきました。赤い手柄、赤いたすき、白い二の腕を覗かせて、カミソリの扱いようも思いのほか器用そうです。八、からかっちゃいけねえ。そうでなくってせ、危なっかしくてヒヤヒヤしてるんだ。とおしず、さっきもよせばいいのに自分で襟を当たって少しカミソリを滑らしたんだ。自分の粗相にしても姉子の首筋へ傷をつけるのはむごたらしいね。その血染めのカミソリで俺の茂を当たってるんだから、一つ間違って手が滑ると見落と心中だ。平次はそんな気楽なことを言ってカラカラと笑っております。おしずはまた赤くなりました。だがね親分、仲のいい夫婦だからいいようなものの、他人同士じゃ血と血が刃物の上で交わるのは縁起が悪いって言いますぜ。そんなことを担ぐ人もあるだろうよ。第一、血染めのカミソリで当たられちゃ気味がよくねえやな。ところで恥、てめえが触れ込んできた面白い話ってのは何だい。平次は職業意識に帰りました。当たった後で顔を洗ってきれいに拭き取ると、キセルを伸ばして縁側の日向へタバコ盆を引き寄せます。おっ、忘れてた。ガラッパチは自分の手でピシリと頬を叩きました。人間は少し甘いが、不思議にいい耳を持ったガラッパチは平次にとっては申し分のない見る目かがはなだったのです。忘れるようじゃどうせ大した話じゃあるめえ、と平次。ところが底辺なんで、のたれ死にをした若い者もらいが百両を持っていたんだから驚くでしょう。自慢じゃねえが、こちとら人様の袖にすがった覚えはねえが、どうかすると百文も持っていたことがある。自分に引き比べるやつがあるかい。どうも筋は面白そうだね。もう少し詳しく話してみるがいい。平次も少し乗り出しました。とっとそれっきりの話さ。種も仕掛けもねえところがこの話の取り柄で。種も仕掛けもねえことがあるもんか。もらいためたにしても百両は大金だ。5年や10年でたまるわけがねえ。今おめえ若え物もらいと言ったろう。なーる、恐れ入ったね。さすがに銭形の親分だ。若え小じきが百両貯めるわけがねえたは理屈だね。感心していちゃいけねえ。その百両は小粒か小判か、それとも小文か。それが小判なんで、封も切らずに25両包みが4つ、他に買いためらしい銭が2、300ありましたで。何？小判で100両？それが種も仕掛けもねえ話かえ。大泥棒が仇討ちじゃあるめえし、
おこもが小判で百両持っているわけがあるもんか。なるほど。そういえばその通りだ。親分も知っていなさるでしょう。観音様の裏にいる阿弥陀小食。うん。豪病にとっつかれて人に顔をさらさねえが、物もらいにしちゃ色の白い、なんとなく体に品のある若えのがいましたろう。それが死んだのかい？道端に座って朝から晩までお経を読んでいたのが、何か食い物でも悪かったか、今日の昼ごろのたうち回って死んでしまったそうです。誰も構い手がねえから、まだ駒をかけてありますよ。先刻町役人立ち会いで調べてみると、胴巻きから25両包みが4つ飛び出しやがった。100両も持ってるくせに、何だってまた物もらいの真似をしやがるんでしょう。バチの当たった野郎じゃありませんか。そいつは威迫がありそうだ。もう一度行ってみる気はねえか。行きますかも、親分と一緒なら。ガラッパチは飛び上がりました。最上等の猟犬のように、鼻さえもヒクヒクさせております。第二章。神田から浅草へ。近い道ではありませんが、悠長な時代で、平時が行き着くまで、雪倒れの死骸はまだ取り捨てる段取りにもならず、町内の番田が迷惑そうな顔をしながら、寄ってくるやじ馬を追っ払っておりました。これは銭形の親分。たかが物もらいの雪倒れで、お手にかけるような代物じゃございませんよ。どうせそうだろうが、長兵衛冥利にちょいと見ていこう。小判で百両も持っていたっていうじゃねえか。ええ、大層ためやがったもので、バンタで駄菓子を売るよりはよっぽど分がいいと見えますよ。金は町内の旦那が預かってありますが、なんなら。いや、それには及ばねえ。小判は物もらいの懐から出ても小判に間違いあるめえ。平次はそう言いながら、往来の人のまばらになったところを狙って、ひょいっと駒をまくり上げました。中には古綿をつくねたような、見る影もない小敷の死骸、と思うと大違い。苦悶に言わんで妙に怪奇な体の格好になっておりますが、年の頃25、6の、なんとなく美男という感じのする男の死体です。それに病気のせいもあったでしょうが、古事記にしては色も白く、豪病豪病といっても、ところどころ不気味な反問はありますが、それも大したこともなく、見た感じはそれほど醜くもなっておりません。ただ、平地が驚いたのは、死骸は素人の目にも異常で、毒死の跡がはっきりわかることだったのです。平地も日頃、剣士便宜ぐらいは呼んでおりますが、その中の毒死の幾項かは、この死骸にはっきり現れているような気がするのです。一緒に立ち会ってもらったかい、とっさん。いいえ、それどころじゃありません。旦那方は秋祭りの支度で、目が回る騒ぎで。バンタのほやじは心得たことを言います。はじ、剣士のやり直しというわけにもいくめえが、お役人にそう言って、念のため町内の本堂を連れてきてくれ。道端の物もらいに毒を飲ませて、海中の百両を取らずに行くなんか、少しおかしいよ。よし来た。町役人が文句を言ったら、八丁堀まで飛んで行って、笹野の旦那に江戸一番という医者を連れてきてもらおうか。バカだな。八丁堀まで行っちゃ、血が狂えちまうじゃねえか。丁寧に頼むんだぞ。心得てるよ、親分。ガラッパチは横飛びにすっ飛んで行きましたが、どう話をつけたものか、間もなく町役人と坊主頭の医者を一人、手を引っ張るようにして連れてきたものです。医者は死体の目を見、唇を見、爪を見、それから全身を調べて、薬箱から取り出した銀のかんざし、それを何やら薬液に浸して、死体の口に入れ、しばらくして取り出して水で洗って、と眺めております。
毒は何でしょう。そこまではわからないが、毒を飲まされて死んだことに間違いはない。この通り。医者の差し出した銀冠雑誌を見ると、なるほど、その先が青黒く色変わりがしております。死んだ後で口の中へ毒を入れたのじゃありませんね。そんなことはない。爪の色、まぶたの中がまるで違う。ありがとう。とんだ手数をかけました。兵士は丁寧に医者を送り返しました。おやぶん、大変なことになったね。ガラッパチは妙な行きがかりにすっかり面食らっております。ハチ、この男の身元を洗ってくれ。生まれながらの物もらいじゃあるめえ。そんなことならわけありません。ガラッパチは足を宙に飛んで行きます。